あるコメントを見つけたんです。仮面ライダー審議が参考になるかもです。すごいぞ、これ監督お願いするよ。差し上げます。第1回脚本会議、まずね、アイディアを、まあ、出していけたらなと。もう僕はピンクのヒーローを作る、はいはい、ここからだからどういう感じにしていくかっていう話です。なるほど。僕何話か作りましょうか。結構特撮の定番といえばあのバイクとかじゃないですか。仮面ライダーのね、はい、自転車とか。ピンクのヒーローが自転車を乗ってる、はい、バイクの時代は終わったんじゃないかな。オタクの敵が現れたら伺います。ウーバーライダーウーバーライダーいいじゃないですか全部人力で行くっていうのも手ですけどね。もうスーツとかもなんかもう一回更衣室に入るとかね、変身するためにだから公園で戦う時一回あの公衆トイレに入る。アラレちゃんかアラレちゃんにいただろ、そういうやつ。公衆トイレに行って着替えて出てくる。なんだっけ、アラレちゃんにいたやつ。え、そ、あ、あのスーパーマン。スーパーマンだよこのネット環境についていけない一人の男が物を申すと。なんだウーバーイーツって。なんだこのもう LINE ってやだよ。なんだ 5G ってなんだ。 5G? これはいらない。畑でこういいねとか植えてるわけだ。そうですね、まあ、だからあの基本田舎ですよ。田舎だ。はい、その子には好きな子がいたんですよ。ああ、はいはい。まあ恋愛要素かね。あるその女の子がある日、私都会に行くって。悲しいじゃん。都会の喧騒から離れてこの田舎で田植えをしていたのに、お前は俺を裏切るのか。そう、私だってもう銀座行きたいんだよ。そうそうそう、港区女子になるのか。ハイヒールが履いてみたいんだって言って、うん、去るわけです。あ、主人公、うん、めっちゃ落ち込みます。あ、落ち込むんだ、はい、そこ人生の絶望、はい、あ、まあ落ち込む時あるからね、はい、都会に染まりやがって。でも忘れられない。ジョブスが憎い。そう、忘れられないんですよ。でも、まあ、今だったらパスもとかで、まあ、行くと思うんですけど、うん、じゃあ切符です。切符なんだ。東京に向かうんですよ。これが第一話。どこで変身すんのどこでどこで敵も味方もない。これ一話のオープニングです。彼女何のために東京に出ると。これで一つ言っていい、はい、あのさ、切符で電車で行くとか言ったけどさ、はい、お前もうほんと自転車で行けよ自転車要素どこ行ったまず。そうだね、ああ、そうそうですね。チャリで行けばいいじゃん。いいこと言いますよ。ちょっと乗ってきましたね。いや乗ってねえ主人公がこうやってなんかさ喧騒に大輔何歳。えそんなことおっしゃらないでください。主人公怒ってるの今結構な時間聞いたけど相当無駄な時間を過ごしてきた今日本を北上してるわけですけれども、これから脚本家の方に会いに行きます。ちょっとね、大輔ね、大輔の案ちょっとやばいなと思ったんですよね。ヒーローものなのになんかこう全部トイレで着替えるみたいなこと言ってたんで、このまま行くとちょっとダサい。こここけたらもうこの企画終了なんで、いきます。おー、お疲れ様です。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 こちらこそよろしくお願いします。ガロをやってる時に、脚本家さんって普通現場に行かないじゃないですか。そうだね。でもたけしさんめちゃくちゃ現場に来るんですよ雰囲気とかどういう構造でやってるのかなっていうのを勉強したいみたいな感じでガロの現場に来てたんですよ。現場に合わせた脚本作りっていうのをやられるんだな。いきなりだからもう、ここは宇宙です、戦艦がたくさんあって宇宙戦争が起きてますと思ったら砂漠のピラミッドの頂上にいますみたいな、そんなとんでもないまずいよねものは作らないんですけれどもとんでもないものを作るんですよ。僕が演じてたそのジンガという役を身の親みたいなもんなんですけれども、僕を見て多少当て書きもしてくれたんじゃないかなというふうに思って。いやもう多少じゃないね、ジンガはあれれ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 れ、あ、違う違う、あのそういう普段そういう人って意味じゃなくてこの人やれるなと思って、はいはいはい、ちょっとやろうとしてる企画がありまして。あるでしょ、見た、そうです、見た、あ、見てくださいました話が早い。タミさんにやってもらう、っていうことは僕がやるべきものを書いていただけるんじゃないかな。マジでプロ中のプロ の脚本家さんにこの YouTube のお願いしに行くっていう僕がちょっと頭おかしいんですけど、ランボルギーニぐらいで買えるぜぐらいの予算感でちょっと頑張りたいなと思ってます。まあ1円も集まってないですけどね今
ところなんですけど、まあ、しょうがないね、ね、形がないからね。いやもう単刀直入にちょっと言いますと、竹さんにぜひともお願いしたいなっていう。もうね、マー君と単純に飯食ったの1回しかなくて、あと全部田口さん時間ありますかって LINE 来たらもう全部仕事だから絶対そうだろうなと思って引き受けるつもりで来てるから。それマジっすか。マジマジ。皆さん今聞きました、田口さん脚本大決定です。ありがとうございます。え、マジっすか。頑張れ、頑張れ。こんなノリでやっていいんすか。いや、もう全然マー君に言われて断ることはまあまずない。脚本が、あ、田口さんってちょっと熱いっすね。1話あたり12分から15分ぐらいがいいんじゃないかなと思ってるんですよね。1話ね、はい、何をやったら一番熱いのかっていうので、ちょっと考えていきたいんです。自分は出るの？通行人 A とか。いや違う、あの主役だ。神谷の職人とか。主役でしょそれ。まあでも僕ヒーローよりかなんかヒールの方が多かったんですよね。戦隊レッドの、あのオーディションも受けてたことあったんだけど、そうなの？同時に確か戦隊レッド案もあったのみたいなんですよ。僕が戦隊レッドやったらちょっとダメだったなと思ったよ。熱血感で、はつらつとしてて、でこうパワフルで、大丈夫ですか？僕か書きやすい。あ、書きやすい。書きにくかったらどうしよう。書きやすい。あ、じゃあ、普通に作品作るとしたら、やっぱり同じ場所にいて、そこで何かが起きるってことの方が多いよね。じゃあそうじゃないパターンで、その毎回違うところへ行くっていう、まあ、話題の異世界転生ってやつですね。あ、見てる方たちも秋が来ないっていうか、来週どこ行くのかな。視聴者と、はいはいはい、一体型で作っていけたらなって思うんですよ。例えば、その異世界転生ものにしていく、こんな世界に行ったらどうかとかっていうのを募集。はい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 、はい、こんな世界に行ってマー君がこういうことをしたらどうかっていう、アイデアレベルでもいいし、ちょっと自信のある人はこういうあらすじのをやったらどうかっていうのをちょっと募集するっていうのを、視聴者の方の中に記載がいるかもしれない。そうなの、そうなのよ。映画例えば見る、僕らがね、はい、ゲームやるって言っても限界あって、全然知らないのもあるじゃない。見たことないとかやったことない、はいはい、でそういうのを全部やってる人もいるから。え、でもこれめちゃめちゃすごくないですか。だって例えば視聴者の方が、これから俺は脚本家になりたいぜとか脚本やりたかったぜみたいな人たちがいきなり田口さんとコラボできるわけですよね。全然全然マジっすかこれ、ということで、脚本家決まりました。田口さんと皆さん。そうですそうです皆さん。井上を裸にするとかそういうの来たら全部僕は燃やしますから。それまで全部。これすごい企画っすね。 YouTube 企画ならではっすね。各世界に行くんですけど、なんか一つ証があるといいですね。世界一周とかでほらチェックポイントがある、あのスタンプみたいな。そうそう、まあまあビックリマンシールとかそういうのがなんか流行ってましたね。シール、シールいいっすね。脚本家さんってそんなことも考えるんですか。考えないけど、そういう最初の企画とかからいるから。え、ガルの場合はあの剣があってとか、あ、ザラグがいてとか、はいはいはい、そういうのから来るんですか。もともとアミヤさんがガロのデザインと、はい、指輪をしてるっていうところは決まってて、考えてくれってそのブレーンとして入った。もうこんな感じよ、こんな感じでやってる。アミヤ監督もこういう感じの打ち合わせを最初してたんですね。全然全然最初なんて2人とか3人だ。マジっすか。なんか勇気出る。横山君いるでしょ、はい、アクション監督、はい、アミヤさんと横山君と俺っていうだけだから。うわ、それでテレビ局に持ってく企画書とかを一生懸命作っていくじゃない、はい、でガロで来たんですけどって言ってもポカーンだよね、周りの人。何それ、そんな企画動いてんですかみたいな。周りの人はみんな知らない。いろんな作品のこういう場に呼んでもらってるから、あ、やっぱじゃあゼロから一をやるのに、もしかしたら最高な人なのかもしれないですね。本当経験はある。うわこれすごいわこれ。だってさ、ガロとかもそのゼロから1を作ったクルーの人と一緒に作れるなんて、こんな贅沢なことないと思うんですよね。いやでも本当になんかちょっと勇気をもらいました僕も、今回のこの打ち合わせでワクワクしてます。ああもうとにかくね、マークがかっこよきゃいいんだよ。僕もこれや頑張ります、お願いします。はい、田口さんとコラボできる機会はなかなかないんじゃないかなとも思いますので、アイディアの方送っていただけたらなと思います。はい、お待ちしてます。はい、田口さん、はい、ちょっとキングヒーローよろしくお願いします。はい、あ、こちらこそ。ごめん、ちょっと大輔やっぱなし。いや、マーさん。あ、じゃあちょっとそのことまだ俺まだ何も聞こえてないです。
ただ手合わせましょう。なし、なし、大輔なし、大輔はなし。まずは、まずは以上です。僕も話があるんです。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。